スミス大学は、マサチューセッツ州のサンプトンに本部を置く、アメリカが市国の私立大学である。1875年に設置された、全米屈指の最内艦名門私立、リベラルアーツカレッジ。アメリカ最大の女子大学で全学の学生数は2903人、内訳は、学部学生2502人、大学院生401人を数える。US ニューズ ワールドレポートの2019年ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジ中11位体の評価を受けた。卒業生の3分の2以上は卒業後5年以内に大学院などに進学する。卒業50年で修士号、法務博士、博士号、医師の学位を取得している。学生一人当たりの資産は全米私立大学の上位10校に入る。40%の学生は 理系志望であり、全国平均を大きく上回っている。学費の平均年額は52,404アメリカドル。1960年代まで IB リーグの各大学はコーネル大学を除いてすべて男子校であった。こうした男女別学の環境の中で名門女子大学軍セブンシスターズが存在し、スミス大学は所属する7つの大学のうちの1校で、 あり、1965年より、州内の定型校との大学連合を組む。2015年の秋からは、トランスジェンダーの女性も受け入れることを、同年5月に発表した。ニューヨーク市のセントラルパークと同じく、フレデリック・ローウォルムステッドによって設計された、美しい景観を誇るキャンパスを有する。有名な、スミスの植物園は創立当時からルルと磨かれてきた。徹底した。 少人数制による個人教育を重んじるリベラルアーツの精神に基づき、2018年新学期は学部学生合計2502人に対して、上勤教員が285名おり、学生体教員の割合は8.4、1、1クラスあたりの学生数の平均は20人未満である。エンジニアリング専攻の工学学士号の学位をアメリカの女子大学で初めて与えた。 コンピューターサイエンスにも力を入れている。空から見たコネチカット川流域のパイオニアバレー。ノーザンプトンからアマースとスプリングフィールドの展望。この大学はニューイングランド地方の地の回廊を構成する教育機関に数えられる。2012年にコネチカット川流域の2大経済圏であるマサチューセッツ州スプリングフィールドとコネチカット州ハートフォードが宗教を 超えて、経済協定を結び、共同事業として改めて、ニューイングランド地方の地の回廊と呼ばれるようになる。この一帯は、ニューイングランド地方で2番目に人口が中密な地域であり、短期大学と4年生、大学29校、学生数は10万人超という、経済活動と文化並びに、市民生活と交流が促され、地理的広がりは、 コネチカット収集北西部からマサチューセッツ州西部のコネチカット川流域南部に渡る。同地区の高等教育を担う古大学はファイブカレッジズという同盟を結び、単位や施設の自由交換、共同購入を行うというユニークな取り組みを1965年から導入している。合計およそ3万8000人の通学者を確保したことにより、 5つの大学のキャンパス間を結ぶバスを定時ダイヤで運行して他校の授業に出席しやすくしている。各大学の持つそれぞれの特色や強みを最大限に活用し、例えばマサチューセッツ大学で開校する予備役商工訓練課程はスミス大学の学生も受講できる。充実した学術研究環境が整えられていることから、 パイオニアバレーとも呼ばれるこの地域一体には世界中から学生が集う。スミス大学は臨時スプリングフィールドの広域スプリングフィールド大学コンソーシアムの6つの高等教育機関とも協力関係を築いている。すなわちスプリングフィールド地域のアメリカン国際カレッジとケンブリッジカレッジ、スプリングフィールドカレッジと西ニューイングランド大学と技術系の スプリングフィールド技術短期大学とウェストフィールド州立大学に加えカトリック系のエルムズカレッジさらに本学と同じく女子大学から出発しウェブを利用した遠隔教育に注力するベーパス大学ホリーオークカレッジなどであるスミス大学の学生総数は約2500人でアメリカ最大の私立女子大学2018から2019年度の学生の 人種別構成は、アラスカ系を含むネイティブアメリカン47.7%、ヒスパニック系11.5%、アジア人9.3%、白人6.6%、アフリカンアメリカン6.6%、ハワイなど、太平洋島し部の少数民族2人、複数の民族を自認する者は4.8%と、され、無回答もしくは不明が5.9%である。 13.9%を占める留学生は70カ国から集まる。氏名に続く数字は卒業年を指す。ありがとうございます。